皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国で原潜の研究開発を行っているデウ造船海洋が北からのハッキング攻撃を受け、原潜に関する資料が流出していたってニュースを紹介するね。韓国原子力研究院が北のハッキング攻撃を受けて、データが流出した可能性があるってニュースが出ていて、韓国は当初、北が原子力発電所の資料を盗むためにハッキングを行ったものと捉えていたみたいで、国内の原子力発電所の設計図面が丸ごと北に渡ったとしても、北朝鮮はインフラが不足していて、原子力発電所を実際に建設するのは事実上不可能だろう、なんて言っていたんだけど、北の本当の狙いは、原潜開発のための小型原子炉の使用だったとすると話は変わってくるよね。原子力研究院は、かつて韓国が極秘に原潜開発を行っていた際、ロシアの技術による小型原子炉の実験を行っていた機関になるので、デウ造船海洋と原子力研究院がつながれば、北の狙いが見えてくるんじゃないのかな。まあ、北に韓国の原発の設計図が渡っても大した問題じゃない、みたいなことを専門家が発言してしまうくらいの認識なので、大した危機感はないんだろうね。北としては、小型原子炉の資料が入手できなかったとしても、原発の設計図を入手できれば工作員の育成がはかどるし、ミサイルで攻撃するときにも有効な資料になるんだからね。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。北推定、デウ造船海洋ハッキング。原子力潜水艦資料も含まれていた。北朝鮮と推定される勢力が、昨年から今年上半期まで、海軍の各種艦艇と潜水艦を設計、建造するデウ造船海洋をハッキングして、いくつかの資料が流出したと複数の政府筋が20日明らかにした。ハッキングが試みられた資料の中には、国産の原子力潜水艦の研究内容も含まれており、議論になると思われる。政府内外では、最近起こった北朝鮮偵察総局傘下のハッカー組織の仕業とみられる、韓国原子力研究院のハッキング事件と関連がある可能性まで提起されている。20日消息筋によると、防衛事業庁の国防技術保護局は、このように長期にわたる継続的なハッキングの試みの確認と、事業者側とのセキュリティ対策に乗り出した。これと関連しある消息筋は、該当資料の中には、海軍とデウ造船海洋が古くから検討してきた、原子力潜水艦の概念の研究内容も含まれている、とし、ハッキングの試みは、北朝鮮のハッカー組織の犯行と推定している、と伝えた。さらに、一部の資料は流出したが、原子力潜水艦の研究内容が、実際に流出したのかは確認できなかった、と述べた。別の消息筋は、昨年と今年でデウ造船海洋をハッキングした組織は異なる、とし、北朝鮮偵察総局傘下の複数の組織が競うように韓国に浸透している、と説明した。原子力潜水艦の導入はノムヒョン政府時代、密かに推進して失敗に終わった事業である。当時政府は、の元大統領の計画承認日である、2003年6月2日を意味する、362事業、という名称まで付けた。このような内容をよく知っているムンジェイン大統領は、大統領選挙候補時代、私たちにも原子力潜水艦が必要な時代になった、とし、当選すれば、米国との原子力協定の改正を議論する、と公言した。しかし、任期が1年も残されていない現時点でも、韓米間の原子力潜水艦開発をめぐる意見の相違は狭まらない状態だ。政府消息筋は、原子力潜水艦を建造する国内技術は備えていると評価できる、とし。問題は、米国は韓国の核燃料導入に反対の立場を取っているため、これを解消しなければ、今回の政権での本格的な潜水艦の開発は難しい、と述べた。
政府の一部では、テウ造船海洋に対するハッキングの試みが、最近明らかになった原子力研究院のハッキング事件と関連があるという観測も出ている。ハテギョン国民の力議員によると、先月14日、北朝鮮の偵察総局傘下のハッカー組織、キムスキーと推定される IP アドレスが、原子力研究院の内部システムをハッキングした。現在国家情報院は具体的な被害規模と背後勢力を調査中だ。これと関連し、消息筋は、ノムヒョン政府が原子力潜水艦開発を放棄した決定的な背景は、2004年に国際原子力機関、IAEA の原子力研究院の秘密裏の査察と関連がある、とし、当時、原子力研究院がウラン濃縮の秘密実験をした事実が公開され、核兵器開発疑惑などに飛び火することを懸念した政府が、原子力潜水艦事業も諦めた、と話した。それとともに、新型潜水艦の開発に熱を上げる北朝鮮が、原子力潜水艦に必要な小型原子炉技術などを取得しようとし、原子力研究者をハッキングした可能性がある、と指摘した。テウ造船海洋が北朝鮮の標的にされたのは今回が初めてではない。2016年4月には4万件の内部資料が大量にハッキングされる事件が発生した。当時軍当局は、流出した資料の中に1から3級の軍事機密が約60件あり、この中にはイージス艦と潜水艦の設計図と、戦闘システムなどが含まれていたと国会に報告した。専門家によると、このような北朝鮮のサイバー工作は、最近になってさらに増加する傾向にある。ムンジョンヒョン、イーストセキュリティのセキュリティ対応センター長は、北朝鮮は、昨年から外交安保を含めて全方位でハッキング攻撃を行っている、とし、事後対応だけを行っていれば、今後致命的な攻撃にさらされる可能性がある、と警告した。続けて、米国政府のように、北朝鮮の責任を問うよりも強力な措置が必要だ、と付け加えた。今回のテウ造船海洋のハッキング事件と関連し、防衛事業庁の関係者は、関連企業に対するハッキングの試みがあった、としながらも、北朝鮮と推定されるハッキング勢力による、原子力潜水艦関連情報のハッキングの試みかどうかは確認できない、と述べた。ってことで、北はハッキングなんかしなくても、韓国からいくらでも情報を取れるとは思うんだけど、原子力関連はそういうわけにはいかないのかな？中国は北の核兵器に拒否反応を示していたし、ロシアはお金を積まなくちゃ技術をくれないだろうし、やっぱり頼りになるのは南の同胞たちなのかな？原子力研究院へのハッキングの件では、IP の一部から、ムン大統領の外交メンターと言われ、ノムヒョン政権時に対応政策を推進した中心人物の、ムンジョンイン元大統領統一外交安保特別補佐官の、電子メールの ID を使用した跡が確認されているって。まあ、これは2018年に北にハッキングされて流出したものらしいけど、なかなかに信じがたい話ではあるよね。北は今年の初めに原潜の設計が最終検討段階に入ったと明らかにしていて、この原潜はあくまでも米国を狙ったもので、韓国への攻撃用じゃないので、韓国に協力者がいてもおかしくはないと思うんだけど、どうなのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。